千葉県鎌ケ谷市の関東大震災記念碑1933年に建てられた大津波記念碑自然災害伝承碑は地震、津波、洪水、噴火といった大規模な自然災害の状況や教訓を後世に伝え残すために作られた災害碑、遺霊碑、記念碑等の石文やモニュメントである。国土地理院では2019年3月に 自然災害伝承碑の地図記号を制定して、ウェブ版のチリインチ図や紙版の25000分1地形図への掲載を進めており、チリインチ図には2020年11月12日時点で47都道府県205市区町村646基の自然災害伝承碑が公開されている。調査、登録が遅れていたり、地元でもあまり知られていなかったりする伝承碑も多く、 日本全国の実数は2000から3000と推測されている。自然災害伝承費には過去に起きた津波や洪水等の自然災害について災害の様子や被害の状況等が記されているとともに被災現地に設置されていることが多く、身近な災害の歴史を学び教訓を未来に伝えるという意義を有している。しかし、時間の経過とともに忘却される例も多い。 寺田虎彦によると、1896年の明治、三陸地震の記念碑は、昭和三陸地震のあった1933年には、すでに壊れていたり、震動の建設で道路が錆びれるなどして、忘れられたりした例があったという。1933年の昭和三陸地震の津波による被害を受けた三陸海岸地域では、地震学者の今村秋恒の助言により、 津波体験の風化を防ぐ、啓蒙的手段の一つとして、津波記念碑が建設された。東京朝日新聞社を窓口とする指定義援金が、その建設費用に充てられ、約200機の津波記念碑の多くがこうして建てられた。大津郎記念碑、編集詳細は、大津郎記念碑を参照大津波記念碑は、1933年の昭和三陸地震による津波の後に、 岩手県宮古市思え姉吉地区に建てられた石踏みである。標高約60メートル。姉吉地区では、1896年の明治、三陸地震による津波及び前日の昭和三陸、大津波で二度にわたって、集落全滅に近い被害が生じた経験から、ここより下に家を建てるなという教訓の石踏みが建てられた。以後、住民は石碑の教えを守り、 坂の上に住宅を建てて生活していた。2011年の東日本大震災の際にも大規模な津波が発生したが、津波は石碑より海側で止まり、人的被害は集落外に出ていた4人の行方不明に止まった。東日本大震災復興祈願碑、編集東日本大震災復興祈願碑は、宮城県気仙沼市唐桑町の早沼神社にある。 東日本大震災からの復興を祈願する石踏み。海を見渡せる神社境内に混流され、石碑の高さ2.6メートル、横幅1.2メートルで、上部は波の形が施されている。高さ2.2メートルの地点に、大津波浸水高さここまでと到達点が記され、中央部分には、大津波到達点四孫孫語り継げと刻まれている。東日本大震災では、 標高約12メートルの境内に高さ15メートルの津波が襲い、社殿も被害を受けた。山道入り口にある1933年の昭和、三陸地震の津波記念碑は流出を免れた。東日本大震災記念碑、編集東日本大震災記念碑は、宮城県南三陸町徳良の伊津神社にある、東日本大震災による津波の災害を伝承する石踏み、 標高23メートル。海から400メートル。2011年3月11日、東日本大震災による大津波の時、徳良保育所、徳良小学校の子供たち、教職員や地域住民が避難して難を逃れた。津波の中、神社の境内だけがぽっかりと島のように浮かび助かった。石踏みには次のように記されている。未来の人々へ自信があったら、 この地よりも高いところへ逃げること。名取川、昭和三陸津波石踏み、編集昭和三陸津波の石踏みは、1933年3月3日の昭和三陸地震で発生した津波の災害を伝承する石踏み。この津波も東日本大震災の津波と同じく、名取川を逆流した。宮城県の仙台市、名取市を経て、仙台湾に注ぐ名取川下半に、 その津波が到達したことを知らせる石踏みが立っている。上福寺津波流出等編集上福寺津波流出等は、三重県戸橋国崎町大津集落の上福寺境内にある、火永7年の安政東海地震の津波の災害を伝承する石碑。高さ7畳5尺の津波が襲来し、6人が死亡したと記されている。安政津波の被害者が6名にとどまったのは、 大津集落は、室町時代後期の明王地震津波で壊滅的な被害を受け、住民が高台に移転していたためだという。この高台への集団移住は国内最古の例とされる。大地震両川口津波機の石踏み、編集大地震両川口津波機は、大阪府大阪市何枠の大正協東がめにある安政南海地震による津波の災害を伝承する石碑。 1855年7月の設置。海永7年6月14日午前0時頃に大きな地震が発生し津波が押し寄せた。被害状況は、と具体的に被害状況を述べ、地震が発生したら津波が来ることを心得ておき、船での避難は絶対してはいけない。また建物は壊れ火事になる。何よりも火の用心が肝心。 津波というのは、沖から、波が来るだけではなく、岸近くから吹き上がってくることもあり、津波の勢いは、普通の高潮とは違うと細かい注意を与えた後、拙い文章であるがここに記録しておくので、心ある人は時々碑文に墨を入れ直し、後世に伝えていってほしいと書き残す。大阪市指定文化財、松崎の石踏み、編集、松崎の石踏みは、 島根県増田市高津町松崎にある万寿地震による津波の災害を伝承する石碑。津波訴状高は推定23メートル。高津町沖の鴨島にあった祠の中に安置されていた柿の元の人丸の木造が万寿地震の津波で流されて、この付近の松林に漂着した。津和の藩第八代藩主亀井の利県が藩主川田孫兵衛に命じて、 この地に石碑を作らせた。津波堺石、編集津波堺石は、熊本県浮島三住町大田尾にある石碑。標高、約20メートル。海から内陸へ、約250メートル。1792年の島原大変肥後迷惑と呼ばれる災害の際、津波がこの地まで創上した。名和大津波遭南者異例の塔。 編集名は大津波、遭難者慰霊の塔名は大津波、遭難者慰霊の塔は、沖縄県石垣市にある石碑。1771年の八重山地震の津波による犠牲者を祀った慰霊碑。この津波で、八重山列島では死者、行方不明者9313名を出した。実に、住民の約3分の1にあたる。石垣島宮永村では、 高さ85.4メートルの津波が遡上したと伝えられており、近年の科学的研究によると、伝承ほどではないものの、遡上高は約30メートルに達したと考えられている。雲仙岳災害記念碑編集、雲仙岳災害記念碑は、長崎県島原市にある雲仙岳で発生した1991年6月3日の火災流を記念する石踏み。 桜島爆発記念碑。編集詳細は、桜島爆発記念碑を参照桜島爆発記念碑は、鹿児島県鹿児島市の鹿児島市立、東桜島小学校の敷地内にある、桜島の大正大噴火を記念する石踏み、科学不振の碑として知られる、室戸台風、枕崎台風、狩野川台風などで、慰霊碑や復興記念碑として混流された例が見られる。 1959年の伊勢湾台風の自然災害伝承費は死者が非常に多かったのに加えて被害範囲が大きかったこともあり東海地方を中心に多く現存する。これらについては当時の浸水以を示したものも見られる。江戸時代に高潮被害のあった東京と江東区木場には波除比が現存しており文化財指定されている。自然災害伝承比の多くは 将来の現地住民が防災意識を高め、石碑に残された教訓を厳災に役立てることを期待して建立されたものだが、これらの情報が常に活用されるとは限らない。工学者で失敗学を提唱する、畑村洋太郎は、津波の素情校を示し、下に家を建てるなと戒める石碑が存在するにも、かかわらず、生活の利便性を優先して、石碑から海側に、 住宅建設が行われた例が数多くある旨を報告している。自然災害伝承費の地図記号国土地理院は2019年に新たに自然災害伝承費の地図記号を制定した。過去に発生した津波、洪水、火山災害、土砂災害などの自然災害にかかる事柄が記載されている石碑やモニュメントを地図上に表記することで、 身近な防災意識の情勢を促すことを目的とする。近年発生した災害を記憶すべく混流された、比較的新しいものも対象となっていることが特徴であり、第1弾として27都府県48市町村の158箇所が登録され、6月から国土地理院のウェブ地図、地理院地図で公開され、9月からは2万5000分1地形図にも掲載する。 2020年11月12日時点の公開数は47都道府県205市区町村646期。ありがとうございます。